なんだろうね、なんか今、久々に、ああ、パン食べたいなーって思ったから、今からパン屋さんに行って、パンを買っていきたいと思いまーす。これがね、300円なんだよ。安いね。うん。ね、あとね、他にもね、いろいろ買ってきたんだ。ソフトフランス。変なやつ。チーズー。なんかこれあれだね。海とかにいるタツノオトシゴみたいだよね。いただきます。なんか最初は俺んちの近くに3軒500メートル圏内に3軒パン屋さんがあって、で一番好きなパン屋さんに最初歩いて行ったんですよ。でもそしたらね、今日ね空いてなくて、だからあーって思って、で引き返して、じゃあ2番目に好きなところ行こうって思ったんだけど、やっぱねそことの距離がね遠くてね、500メートル圏内なんだけど、まあ往復でもう1キロぐらい歩いて結構疲れた。いやー、パンチパンダさんね、もうね明日ぐらいに携帯変えるんですよ。いやー、でもこの子結構持った方よ。もう3年以上使ってるからね、もう4年。普通にねこの子ね充電できないんだよ。ちょっとグッてプラグを上に上げないと充電できなくて、まあ何回もね落としてるパンチパンダさんが悪いんだけどね。落としても落としてもこの子はね頑張ってくれた。俺はね、俺みたいなね人間はカバーをつけないの。もうなんかね、もうカバーつけたら熱くなるじゃんって、薄さ何ミリとかの勝負で、携帯会社さんはまあそこら辺も勝負に入れて、視野に入れてちょっと勝負してるわけじゃない、軽さがとか言ってて、それでパンチパンダさんはね、だからやっぱそういうものをねリスペクトして携帯にはケースはつけないっていう感じなんだけど、でもそれでもね何度も何度も落としてもね、もうね頑張ってくれたのよ。本当にもう傷つきまくりだから、こことかねすごいよね。ここもすごいよ。本当もうこの子には思い出が強すぎてね、多分ね新しい携帯買ってもちょっとこの子のことは忘れられないだろうなって思うよね。フラグじゃないよこれは、完全にもうパンチパンダさんのこの子への愛の言葉だから、ね、いやー頑張った、お疲れ様。この感覚エクスペリア。いやでもね、パンチパンダさんはねこのね色がね結構気に入ってて、結構なんかシックでかっこよくないですか。しかもねこの携帯ね、なんとね電話できるんですよ。しかも LINE もできるし、カメラだってついてるんですよ。すごいでしょ。しかもカメラついてるだけじゃないんですよ。カメラついてるだけじゃ、問題です。パンチパンダさんとこの携帯どっちがかっこいいでしょう。パンチパンダさんとは言ったものの、この子も結構ねお世話になったんで本当にありがとう、ありがとうね。この子をね買った時もね、この子ね初めてのパンチパンダさんのスマホなの。だからね本当嬉しかったよ。この子は